ルールル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 ルお供あげまして、皆様本日私新兵器を導入させていただきました。ほのけのスペースやってるよ。ほのけのスペースやってる。ですね、私ですね、現在ミリパチ来たね。これをちょっと待って、割り当て解除。そう、ミリパチ新しいの見た、後で見よう、みんなで。プッシュトゥートークを、ほい来たー。みんな、なんで俺が今プッシュトゥートークのボタンを変えたかわかるか。背面来た。そう、ですね、今足元に、ヘル追加公演チケ代1万3000円だとさ、足元にペダルスイッチを買いました。これで押してる最中に喋ることができます。足元で来たー。あ音ちっちゃいかな。あどれぐらいがいいんだろう、音量わかんねえな。あんまでかいと、あ、ナイスーナイスーナイスー。アクセル踏む時みたいな感じ。そうそうそう、アクセル踏む時みたいな感じで、これで俺ももう、ただ俺よく考えたら普段あぐらかいてゲームやってるからすげえめんどくせえ気持ち悪い。足元に足元に、こんにちはこんにちは。えバンされた。デレ追加公演チケ代1万3000円高っ。誰が出るかもわかんないのに、もしかしたら超ギャランティーが高い、はい、声優が来るのかもしれねえな。もしかしたらめちゃめちゃギャランティーが鬼高い伝説の声優が来るのかもしれない。早見沙織さんが来るのかもしれない。早見沙織さんギャラが高いのかな、忙しいだけなんじゃないのか。なんか気のせいか。え、死んだ時ってこんなの、なんだっけ、ノクチュルじゃない、なんだっけ、なんだこの真ん中のやつノクチュルみたいな名前、なんだっけ、なんだっけ、やべ名前出てこねえ、ノクチュルみたいな名前の、なんつってた、あんな赤くなってたっけ。なってんだろうな、俺が覚えてないだけで。スライディングシュート練習、スライディングシュート練習、スライディングで入っていって打つ練習。あ、そうなんだ。だってサイドエムってほぼ全員出てたんだよね、確かね。これむずっ、スライディングして入るのめっちゃむずくない？スライディングして打つ練習。えっ、くそ。まあ人数は多いだろうな。キーコン変えてないとむずいかもね。キーコン変えてないとむずいんだ。一応俺キーコン変えてるけどね。やっぱできないことをできるようにしないといけないからよ、こういうのは。当たんねー。じゃあ不器用なだけだ。まあシンプルに不器用だよね。うわー、俺あぐらかきながらエーペックスやってんじゃん。ペダルスイッチどうしよう、肘、あ、ペダルスイッチは分かった、肘に置けば
このあぐらかいてで喋りたいときに、あ、前詰めて詰め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 ましょう詰めましょうな、あ、終わりました終わりました詰めましょうやりづら。いや、どこに置こう、ペダルスイッチ。でもペダルスイッチがあるおかげでいろいろできるわ。わあ、忘れてた、俺あぐらかきながらパソコンやってるわ普段。椅子の上に。そう、ミリパチのね、新しいスペックが出るらしいんだよね。見た感じ原産っぽいよね。なんかスペックが全然違くなりそう。なんかパチンコの原産スペックとよく言われるものがあって、なんか継続率が高くて 93% とか、ミリパチは 94% らしいんだけど、でも出玉が1回の出玉が300発みたいな、それを 94% 継続させていってめっちゃ出すみたいな台があるんだけど、大工の源さんっていうね。でそれ結構人気があって、ちょっと違う、1回転で決まる。あ、1回転で決まるんだ。あれだって大源さんって4回転とはだっけ、4回転で2分の1を引くとかだよね確かね、源さんって。俺の記憶が正しければだけど、1回転で決まるってどういうこと。1回転で 1. 何分の1みたいな、そういうこと。あれガロとかそうじゃなかったっけ、1回転で 1.08 分の1みたいな。そうだよね、そういう感じになるのか。継続率 94% ってすごくない？超やりたい。しかもなんかあのツイートでは言ってなかったけど、 YouTube の動画での最後にアマデジも同時投入みたいな書いてあったから、めちゃめちゃ楽しみ。どっちもやりたいね。アマも、ミドルも。あ、ライトか。ライトミドルも。アマデジは99分の1ぐらい。ライトミドルは199分の1ぐらい。多分置いてくれねえんだろうな。うちの近くの。パチンコ屋。俺がいつも行ってる。パチンコ屋は。だって、初期のミリオンライブすら置いてくれなかったもん。エイムが合わねえな、スライディングした後だと。むず、すごいね、やってる人。止まってからだもんね、エイムがあってんの俺の。あとレレレもしてくるしな、やつら。まあでもわかんない、三強のもうスペックがまるまる違うっていうんだったら、最近やっぱ三強は最近強いから。しかも上位ラッシュに入ったら 94% だから普通は 80% とかだよ。あ、上位ラッシュに入ったらなんだ。パソコンなんだ、スキーマウにしてタップストレイフしてほしい。タップストレイフする。あ、上位ラッシュに入ったらなんだ。あのバカボンみたいな感じ、わかんないけど俺最近の台しか知らないからあんまりその上位ラッシュっていう単語がわかんないんだけど、バカモンも確かそんな感じだよね。このバカモン打ってないからわかんないんだけど、動画でしか見てないから。え、でも普通でも 80% あるんだ。高くない？十分。80% なんか外さんでしょ。そんな感じかな。そんな感じだよね。クソ楽しみでも。え、もうそんな情報出てんの？あの動画だけ？P フィーバーミリオンライブフォローしよう、ツイッター。てか、公式ツイッターがあったことすら今日初めて知ったわ。P フィーバーミリオンライブの。単体の。ミリオンライブのさ、あれで言ってくれればよかったのにな。この間のライブの。この間のライブの、業務連絡で言ってくんないの？なんで？業務連絡で言わないんだったらさ、別にパチンコ作んなくてよくない？子供も見てる可能性もあるからじゃない。ああ、そういうこと？なるほどね。ラッシュ中 22% の振りは聞いたら上位20。5分の1か、ラッシュ。大当たり中の5分の1ってことか。なかなか面白い。え、もうそんな情報出てた？
いつ出んだろうね。夏ぐらいに出てくれるのかな。どんぐらいかかるんだろう、こういう俺パチンコのそうなんか信頼発表とかでからの時間のかかりぐらいがどれぐらいかかるのか知らないから、みんなで打ちに行こうぜ、ミリオンオタク。多分前回よりめちゃめちゃ打ちやすいと思うから。前は319分の1だったから当たんなかったらマジで絶望するけど、199分の1とあと99分の1でもあるんだから当たるよ。1万円ぐらいあれば多分。結構ね、打てなかった、やっぱり、かかるお金がえぐいから打てなかった、アイマスオタクも、入りやすいスペックになったんじゃない？俺もよくわかんないけど、パチンコのスペックなんて。当たりゃいいし、当たっ、結局ね、俺は、どんなに、例えば99分の1とか、319分の1とかあるんだけど、パチンコって。関係ない、2分の1です。当たるか当たんないか。当たるか当たんないかなんで、結局のところ。だって319分の1だって、本当に10回転ぐらいで当たるときもあるし。あとフライヤーズが追加されてる。え、前フライヤーズなかったっけ？あれ？ユニオンか、前は。せっかくだったらハーモニー 4U も入れとけよ。さすがに無理か。なかった。なかったか。じゃあ一回ミリパチ打ちに行くか。チャッツペックス。じゃあスペックス、俺が唯一雑談できるの今だけだからみんな。戦いが始まったら俺はもう雑談の座の字もできなくなるから、今のうちに話したいこと話しててくれ。長めに撮ろう、まず今日でもね、あんまり長い間やりたくないんだよね、エペックス。なんでかっていうと、ハーモニーフォーユーの前にグローマップだろ。あ、そうか、グローマップか。三振スパノマの風速、今日夜エアガンのあれをやりたいなと思ってるんで、配信で。何これ、もうなんかエイペックスに嫌われてます。やめろってこと？もしかして今日エアガンのあれやりたいんで、なんだっけ、修復。さすがに放置すぎてる。もう組み立て方は忘れました。でもオイラやるよ、頑張る。なんかでもコロナあれし始めてなんかちょっと収束してそうだよね、ちょっとずつね。まあこっからガクッと減ることはないと思うけど、ピークアウトはしたのかなっていう感じがしていいよね。そのままもっと簡単に出かけられるようにしてください、お願いします。パチンコももっと打ち行きたいです、友達と。友達とパチンコ打つときはさ、大声で話さないといけないじゃん。で、お前それキャーみたいな。その演出あっちぞ、おい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 みたいな。言いながらやりたいけどさ、あんまりコロナが多いと、周りにもあまり嫌な思いさせることさせそうじゃん。一人で打つ分にはまあいいと思うけどさ。500回転に天井ついてるから、前よりは。全然遊びやすいよ、ラッシュ。イカ略。めっちゃいいじゃん。500回転で天井ついてんの？めっちゃいいじゃん。そんな情報もう出てんの？内通者？もしかして。ありがとう、俺にだけ教えてくれて、内通者。楽しみ、マジで。いつ出んの？俺マジであれよ、寝台ど入れ替えの日に行くよ、朝から抽選ってやつやるよ、そんなんやりに行くよ。何？なんかめっちゃ落ちてる。ついに並ぶようになるのか。人生初、まださすがに並んだことはないけど、やっぱ寝台はね、入る日に打ちに行こう。
あれ寝台の日ってみんなさ並んだりするな。でも別に寝台の日って並ばなくてもいいんだ。そういえば寝台当日ってなんかパチンコって俺も知らなかったんだけど、あの4月17予定らしい。え、めっちゃ直近じゃん。てか俺の誕生日の後じゃん。みんな金くんね、俺の誕生日プレゼントに。俺それでみんなの力を一つにしてあれするから、あ、パチンコ行くからいいよ。いい、ありがとう。めっちゃ近いじゃん、まあ、めっちゃでもない、あと2ヶ月後楽しみ。めっちゃそう、あのパチンコのさ寝台が入る日ってヒンくれねパワーワード、いいだろう、くれよ誕生日プレゼントぐらいくれよ。金、金に変わるものならでもいいよ。あのなんか売るから、売れるもんくれ。じゃあまあそういう冗談さておきね。そう、パチンコの寝台 iTunes カードあげるわ。 iTunes カードって売れなくない？でもまあなんかあれとかで売れんのか、一応なんか金券ショップみたいな売れんのかな、まあ、メルカリで未使用 iTunes カードみたいなクソ怪しい、クソ怪しいけど売る。やだよね、人が使ったかもしれない iTunes カード買いたくないよね。なんかその寝台が入る日ってなんか検定みたいなのしなきゃいけなくて、なんか審査みたいなのが入るらしくて、警察の、なんか本当かどうか知らないんだけど、その寝台が入った日はだから朝一から打てないんだよね多分。俺ん家の近くは、近くっていうか俺ん家の周りはそんな感じだと思う。俺もよくわかんないんだけど、なんか昼過ぎから夕方ぐらいから寝台の抽選を始めますみたいな、よく言ってる気がする。あれどういう理屈なんだろう、よくわかんねえんだけど。なんかそうらしいよ、昼まではね、なんか検査があるらしい、誰も見てないけど。誰も検査してるような素振りは見せないけど、なんか検査が終わり次第動かしますみたいな。あとこの間普段行かないパチンコ屋に行ったんだけどさ、地域によって全然違うからちゃんと調べてから行けよ。あ、そうなんだ。じゃあ特定されんじゃん、俺んちの地元が。まあいいか、地元でもねえし、なんならパチンコ屋あるの結構遠い場所だし。っていう嘘か本当かわからない情報を混ぜとくことによって翻弄すると。おい、うまい、これで避けよう。うるせえな。この間初めて、一昨日ぐらいパチンコ行ったんだけど、ん？昨日だっけ？俺がパチンコ行ったの。昨日だっけ？昨日か？え？俺昨日パチンコ行ったの？すげえ昔のように感じるんだけど、いつ？前日ピークなら次の日朝から打てる。そういうのもあるんだ。昨日か？昨日行ったわパチンコ。もう記憶が混濁としてる。昨日だ。寝すぎて記憶が混濁してます。昨日の記憶があんまりないです。なんなら昨日ずっと大パン、エヴァの俺の隣で打ってるなんかイカチン兄ちゃんがエヴァにずっと大パンしてて、すげえ怖かったわ。初めて見た俺大パンしてる人、パチンコの台に。大パンってかものすごい大パンっていうか、なんていうの、すげえイライラしながらボタン押してたが正しいのかな、わかんないけど、なんかすげえガーンって言いながらもうずっと殴ってんだよね。
ボタン周りを。え、怖ーと思って。なんかエヴァで700回転ぐらいハマってて、ずーっといたの、その兄ちゃん。俺が何回かエヴァ見に行ってたんだけど、ずーっとハマ、あの兄ちゃんずっと撃ってんなと思って。で、最初一回俺エヴァ撃って、そこの兄ちゃんの隣ぐらいでエヴァ撃って、で、その時はまだ兄ちゃん200回転ぐらいだったんだけど、で、その後俺多分エヴァちょっとだけ2000円ぐらい回して、あー、なんかやっぱ当たんねえかーみたいな、軽く回して当たんねえかーっつって、で、レールガンかなんか別の台見に行ったんだけど、で、そっから2時間後ぐらいかな、多分まだ兄ちゃんハマってて、で、めちゃめちゃ強くボタン押してた。え、怖っ。絶対仇じゃない。めちゃめちゃ怖かった。でもなんか当たってた。そういうやつのそばですぐ当たると怖い。え、でも 俺その後、あの、その兄ちゃんの隣の台にもう一回座って、ちょっとして当たって、でも その後俺が当たった後に兄ちゃんも当たってて、兄ちゃんつっても下手したら年下かもしんないけどな。で、兄ちゃんも当たってて、で、なんなら兄ちゃん俺より後に当たったのに俺より多く連チャンしてた。やっぱあのボタンを叩く強さの気持ちが乗ってたのかもしれない。エヴァってなんか大当たりすると160回転ぐらいをあのもらえるの、プラスで。で、その160回転のうちに当たったらもう一回160回転上げるよみたいな感じで感じの台なんだけど。ドーム投げてみて。あ、ドーム投げる、はい。なんで、こいつは弾を通さない。なんか変わった。なんか俺結構エヴァ当たってる時大体なんか残り30回転ぐらいで当たってたんだけど。ドームの輝きが増した。あ、そうなの。大体30回転ぐらいまで結構ハマって当たんなかったんだけど、兄ちゃんなんか5回転ぐらいで連続で当ててて、俺が1回当たる間に3回ぐらい当たってた。はぁ、ずりーと思って、あんなゴリゴリブチ切れながら台叩いてたのに。いいなぁと思いながら、で、俺は終わってた。兄ちゃんが終わる前に俺は終わった。レンちゃんが結果兄ちゃんの一人勝ちだった。当たってからはソフトタッチだった。いや、当たってからもっと強くなってた。ボタン押すって言って、あの、なんだっけ、あのなんかグラサンの人、エヴァのグラサンの人が押すって言うんだけど、その時ガーンめちゃめちゃ強く叩いてた。怖っ。怒り言動、怒り言動、そうそうそう、怖って思って。シールド展開。あ、でもなんか、なんかドームがちょっとでかくなったみたいな話聞いたかも。どういう感情だったんだ。わかんねえ、嬉しかったんじゃない。嬉しさとなんか、なんで早く当たんねえんだよみたいな、もっと続けよみたいな気持ちなんじゃない。やっぱあのボタンを押せって言って当たんない時もあるから。縦に長くなってね。縦に長くなってる。なんかあれで見たな、なんか YouTube のサムネで見た、あれがでかくなってるぞ。誰に命令してんだよ。だったのかもしれん。あとなんかボタンを押すのとレバーを押すのがあるんだけど、レバーを押すときもグーンってすごい力で押してた。なんかうまく押せなかったみたいで、ずっとレバーをギャン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 ってやってた。もうそれ押せないよって思いながらギャン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 ってずっとやってた。レバー、ポン。なんかエヴァのその当たった時の演出で、確かあのレバーを押せって言われてんのに、触った瞬間にレバーが勝手にあの引っ込むっていう演出があって、でそれ大当たりのなんか結構レア演出みたいなのの一つとしてあるんだけど、それだったのかもな、もしかして。気合でなんとでもなるって人なんだろう。それだったのかもしれない。なんかあの押せって言われたのにレバーが引っ込んだから、え、何これみたいな。ギャンギャンギャンってずっとやってた。超怖かったマジで。俺それだから早く当たり終わんねえかなと思った。怖かったから、隣の兄ちゃんが。まあ、そしたら終わっちゃったんだけど、嫌だったけど、終わんのは終わんので。パチンコあるある、プラスになりそうになったら終わる。
面白いよ、でもいろんな人がいてね。でも若いパチンコ打つ人って本当に最近減ってるらしいから、いいことだよね。いいことなのかしいんだけど、俺はこうやってだからみんなに布教していくよ。パチンコいいぞ。ちょっと辛い時もあるけど、限度を楽しめ、限度を守って、怒り限度を守ってやれば楽しいよってことを。パチンコもキャバクラも若い人減ってるらしい。教えてやりてえわ。いいもんだから。だってクソジジイがリゼロ打ってたの、俺の隣で。しかも5回転ぐらいで当ててたし。昔に比べたらオタクめちゃくちゃ高いよ。まあオタクの向けに作ってるのも多いだろうしね、やっぱり。だってもうコンテンツがそうじゃん、リゼロとかもそうだし、アイマスもそうだし。だから変なやつを、そのなんかヤンキーとかみたいなやつはやんなくなって、むしろオタクがやるようになったんだろうな、コンテンツ的に。でも楽しいよマジで。オタクはスキン使ってくれるしな。まあそうだね、そういうことか。俺はでも結構なんかいろ、なんでもいいから、なんか結構いろんな代用で、パチンコっていうものが楽しいから俺今、すごい。別に何が、コンテンツ、最初はミリオン、アイドルマスターミリオンライブのパチンコが出るって言ってやり始めたことではあるけど、今本当になんかパチンコっていうものが楽しいから、なんでも、割となんでもいい。代は。面白かったらそれでいいと思うし。で、なんならリゼロとか面白くねえしな、マジで。で、マジでクソジジイ。クソジジイがさ、クソジジイかどうか知んねえけど、俺の隣に座った、俺が100回転ぐらいさ、もうただでさえ元から600回ぐらいハマってるリゼロ俺、100回転ぐらい回して当たってない時にさ、隣のクソジジイが座ってきて、5回転ぐらいで当ててさ、なんだこのジジイは、思いながら見せた。でけえ音でした。しかも、あ、そうだ、思い出した。そのジジイ何が嫌だったか、お前、別にジジイが来たことにはいいんだけど、あの音量マックスにしてやったんだよ俺。マジでイライラした。俺普段イライラしないんだけど、音量マックスでやってジジイが耳栓してんのに耳栓してるジジイが音量マックスでやってクソうるさかったんだよね、隣で。あれ何なの、じゃあ耳栓すんなよ。それを言いたかったんだ、みんなに。俺はパチって音量も変えることできるの。変えれる変えれる。あれはマジで殺意湧く。俺いつも1とかでやってる、うるせえからマジで。いつも1とか2でやってる。で、一番うざいのはあの大当たりしたら音量上げるやつね。はい、めちゃめちゃうざい。大当たりしたら音量上げるやつ。でもね、1が超ちっちゃいんだけど、開けられるし、うるせえし。1が超ちっちゃいんだけど、2クソでかいんだよね、パチンコの音量って。大体パチンコ打ってる人だったら分かると思うんだけど。隣の人をどかすためにやる人もいる。あー、なるほどね。じゃあ今度から絶対どかねえようにしよう、そういうやつが現れても。強っ。このボセ君ちゃんと引くっていうのを意識してやらないといけないのが難しいね。ちょっと感度高いかな。ああ、これってさ、俺さ、マイクさ大丈夫かな、これマイク、あれのマイクなんだけど、なんだっけ、モノラルで左耳からしか聞こえなくなってるかもしれないけど、みんなこのボイスチャットをこうしたら大丈夫なのかな。そう、あのね、音量1超ちっちゃいのに音量2クソでかいんだよ、パチンコの。パチンコ大体6段階とかなんだけど、1超ちっちゃい
ちゃいのに2クソでかかったりする。あれマジどうにかしてほしい。あ、1ちっちゃいから音聞こえねえなと思って2にしてたらなんか爆音でたた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 たらら。シンフォギア2の BGM だ。今気づいたけどこれガンシ出したまま拡散できない。ガンシ出したまま拡散はできないね。シャッターキャップの仕様が変わっちゃったから。だからジムが使うべき武器ではないよね多分。そうなるのか。でも俺は使うけどね。結構便利だと思うけどな。当てんのむずそうこれ実戦で。で止まってないでいいんすら当たんないんだ。当たんないんだぜ前段。いや33かなやっぱり。ちょっと腰打ち中が。そうだね、腰1中は3の方がいいかも。でエイム中4にすれば完璧だ。よし行くか。今日の雑談タイムは終わり。おパチンコの話だったけどだってミリオンのパチンコが新しいの出るって言うんだからそれはその話になるよね。好きなものと好きなものがどっちも。あ、コントロールやろう。初めてやろう。好きなものと好きなものがね、合致したらそれはもちろん。さすがに。話すしかないでしょ。だからそういうのをみんなに俺は見せていきたいわけよ。やってほしいの、みんなにも。パチンコ。面白いから。そういう意味も込めて俺はパチンコの話していくよ。みんなが興味なくてもね、興味を持たせる。キュ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 、あの音の虜にさせるわ。コントロール面白いのかな。なんかめっちゃ面白いって言うよね。聞く YouTuberあれチューバーは、ペックスチューバーはコントロール面白いって言うよね。自分は好き。ただ俺みたいな人間がやったら面白いのかどうかっていうところは難しい話だけど。これどうなってんの、チーム名は。チームメンツは3人なの。ジブ強いかな。これ9人だっけ、オクタン。え、このオクタンなんかすげえ鱗みたいになってる。初めて見た。うわ、なんかいっぱいいる。え、これボイチャできるのは3人だけなの。うわ、いいな、そのジブ俺取れなかったやつじゃん。これ全員に向けてボイチャーできないの。へえ。え、マークスマンでしょ。やばいかなマークスマンでしょこんなの。え、レジェンドも変更できるんだ。え、なにこれ、スポーン選択どこ。あ、始まった。これは何、 C と A と B のどれかに行けってこと。これ登れないんかい。いまいちどういうルールか分かってないけど。拠点を占拠する。オッケー。
A 取られてるっぽくね。C 取った。お、いいね、あいつら。え、これ9人で、あれすんのむずくない?どこにいんだろう。え、弾無限じゃん、すごっ。弾無限だわ。いで、やべ、倒した倒した。敵を発見。やば、むず。うわっ、当たらん。あー、出ちゃった。標的を確認。くっそ、こういうことか。俺合ってんのか。ゾーン B 確保された。なんか B べちゃべちゃにやり合ってない?ん?あ、ちょっとすんな。え、出て。おお、そっちか。どこに敵がいるのかわからん。ん?めっちゃ投げ物投げてきてんな。おいた。シールドは時間経過で回復していく。なるほどね。あ、燃えて落ちていった。うわっ。おお、なんだ、わあ、そこか。敵が見えねえ。なんだこれ、えぐ。うわ、なんだ、びっくりした。え、足音全然聞こえない。なんだこれ、こんな聞こえないもんだっけ、このゲームって。足音超びっくりした。え、 B からもいけんだ、すごっ。え、てか俺たち強くね。マークスマン使ってるの俺だけじゃね。いる?マークスマン使ってるやつ。まあ、遠くからチマチマしようよっていうあれだもんな、俺は。オリュー?オリュー?お、なんかめっちゃスキャンされてる。俺も最前線行くか。カーで。強っ。超やり合ってる。あ、でもマークさんは乗ってんな。いて。ナイスー。あ、なるほど、こうやんのか。あ、シーラ強いんだ、じゃあ。面白いね。これで気分も上がるだろ。めっちゃ歌いじゃない?どこ?めっちゃやり合ってる、えぐ。どこでやり合ってんの?敵が全然わからん。やべ、いや、意味がない。ドムシ、何そのドムシ、神ドムシ出たわ、伝説の。おい、いるやんけ。当たんねえ。レイレイレイ、何レイ。うわ、なんかいる。どうも、はじめまして。え、弾銃もらえんの、すごっ。何レイって、なんかめっちゃいるって。やべやべ、死ぬ死ぬ死ぬ、助ける助ける。なあ、弾がない、シートない、わらはまだ、わらはまだシートないんじゃん。
怖え。早く、いつになったら復活すんの。あー、復活した。あ、体力は回復しないよね。シールドだけなんだ、回復するのは。やだやだやだ、許して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 。あ、全然当たらん。カー全然当たらん。一回も生かして。カー全然当たらん。カー全然当たらんやん。俺先般もしかして。めっちゃ下でやり合ってるよ。すごくない？みんな。てか、え、B、C 地点全然取られてないんだけど、なんで？正直ピンクにダメチャやる方が楽しい。うわぁ！いや、なんか、どうして？今俺そんなはみ出した。近距離ではちゃめちゃやるか、じゃあ、武器変えるか。ピーキー、あーなるほどね。PKR45 なんだ。で、敵から奪えってことか。はい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 。え、めっちゃ俺たち強いんだわ。みんななんかバカみてえに、みんなバカみてえに B 地点に集まりすぎだわ。その間に取ればいいのに、他の地点。こんなにバカみてえに集まってんだから。C 地点取ればいいのに、誰か。敵。敵も全員 B 地点来てるわ。なんか死んねえけど。殺せないのかい。なんで殺せないの。ちょっと待って、許して。今の殺せないの。いったー。なんか同時なうね。なんか殺せないぞ。殺しきれない。俺が下手ってこと？シンプルに。こんなに攻撃って弱かったっけ ?RE45 の。いやーん、バレた。当たんね。なんとかなった。無事弾無限なんだな。どこにいる？いると思った。うわー、2人もいる。助けて。ナイス味方のカバー。あ、死んでる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 。いや、投げもんめっちゃうまいな。違うまた今どうせ敵あそこから来んのか。敵を確認。そっち行ってるよ。全然当たらん。めっちゃむずい当てんの。すげえランパート頑張ってる。一試合思ってるより長え。ゼギンゾーン確保された。やばい、 C バレた。 C に誰もいないのがバレた。まずい。俺たちが全員 B に行ってるから。どこにいんの。おお、こいつは弾を通さない。そうだね、それはあるかも。何何、なんかぐちゃぐちゃされてぐちゃぐちゃされて。ナイス。やばい、 C のダッシュ早い。案外 A いない説ない。なんか、え、来てくんねえか。いや、来てる、敵が来てる。めっちゃ来た。あかんって、あかん、来すぎて、来すぎた、あかん、来すぎた、あかん、来すぎた、あかん。
ナイスナイスナイス、ああ嘘、くっそー惜しい。これでも来てくれっていうあれあんのかな、来てくれっていうあれ、あ拠点からリスポーンしなきゃいけんだ、あ2個拠点取ってるといいんだ、やばい、いい勝負してる、アップにはなるね、本当にエイム合わせにはいいかも、ただ長えな、もうちょい短くたらもうちょいサクッとやりせんだけどな、二人いたなかったっけ、うわめっちゃボルやん、あジョージョ近づいてきた、ガスが、えガス起動しないんだ今まで、あこれかガラスあるんかい、そこガラスあるんかい、おナイス、あ、勝った。役物なくなって蝶に変わってた後もイカ役。え、ありがとうの役物なくなったの？エーペックスのチャンピオンとなりました。なんであんなに良かったのよあの役物が。毎回感謝、毎回感謝ありがとう。毎回感謝されて、あのすごい感謝のミリオンのありがとうがすごいあの安くなってた。大当たりが連チャンすればするほど。そんな役物がなくなってたんだ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし。準備ができてる。ちょっと気持ちが前のめりになった時に気をつけないとな。え、でも足でプッシュトゥートークできるのはでかい。ただ俺、そのためだけに1500円払いました。高くないですか？シンプルに。1500円は。なんか最近俺足音聞こえなくなってんだけど、大丈夫かな？よろしくお願いします、よろしくお願いします、うわめっちゃいい人だ、返事してくれた、嬉しい、あそうなの、俺だけじゃない、いやでも俺だけだろうな、なんか言った、でもなんかバルキーの人なんかんな言ってたよな、よくわかんないけど優しい、あ、オッケー、オッケー、オッケー、仕事から帰ったで、お帰り、台湾ピーポーだって、台湾人か、台湾人だ、タコ、はい、タコ、タコ、はい、はい、チャンピオン、レッツチャンピオン、 I'm Japanese、 あんたたち、ここだよ、着地点を計画するのは私の得意なんだ勢いで行け、レッツゴーチャンピオン、オッケー準備はいいんだろうな、こっちを巡航しようか、あるぞ、レッツゴー、ニーハオ、台湾って何語、クソいる、クソいる、メニー、メニー、エミネミ、中国語でいける、まずい、まずい、まずい、いや、強っ、え、なんで弾き飛ばすの俺毎回、やばい、うまっ、助けて、助けて、はい、フリーだ、すぐに終わる、オッケー、ファイト、ファイト、ファイト、
ナイス。連中をまた一人ダウンさせた。俺に任せろブラザー。オッケー、オッケー。We are champion。リロード中だ。クスト笑ってて楽しそう。どこ行った？入った。ブロンズ隊。ブロンズ隊クソ面白いじゃん。クソ下手。ちょっと待って。俺が下手すぎる。なんでこれ？めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。ナイス！サンキュー！ラブ！うっせーなって思ってそう。よし、チャンピオンを仕留めた。回復中。回復中だ。気持ちをね、気持ちだけで、なんとか1キルのみ。あんだけわちゃわちゃやってて。入射器を発見。回復中だ。すぐに終わる。いいじゃん。なんて？センキュー、センキュー。びっくりした。助かる。俺、銃がないです。ザ・ヒエンド、ウィッパー、ザ・ダブリュー。わちゃわちゃしてたせいで、武器がね、武器が。オッケー、オッケー。ねえけどいいや、なんか気合でなんとかするか。気合でなんとかするしかない。ライトアーモン、プリーズ。カモンカモンカモン。ウェイミー、ウェイミー。行儀悪い子供たちを懲らしめる。オーケー、オーケー、オーケー、レッツゴー。レッツゴー。キル。死に。オーケー、キル、死に、行くぞ、イエーイ。リングが動いてるぞ。ラザー、急ぐんだ。You so high, you so high。 ゴーゴー。キル、ゴー。キル、ゼム、オール。レッツゴー。ウッサ。オーケー。頭おかしい人だな、わらわら。カウントダウンって何？何カウントダウンって。なんかあったっけ、そんなマップ。いや、GTR、カンカンカン。ん？何？こういうのは、あ、GTR、カムカムカム。うん。ドズ君みたい。拡張ライトマガジンがいる。ケアパッケージが助かるな。テンション高い方が楽しいからな、こういうのは。R301 を発見。せっかくさ、あ、R301 もらっていい？せっかく。ポップアップを発見。チャッターキャップ。こうやってボイスチャットがねできる仲間が相手の人のカモフラテが心配。言葉通じないんだからパッションで行くしかない。そうなんだよな。この寂しいな、なんかこのむしろこの間え？ゴールデン RE45。ヘルメットを発見。レベル3だ。どう？オッケー、ゴーゴー。あ、いらん。ここに敵がいたらしい。了解。レッツゴー。俺、音量、自分の音量がどれぐらいでかいかわかんねえから、何も言えねえよ。でかいかな、俺もしかして。ないない。オッケー。ハマーポイント、キル全部オール。Wait, wait。ん？バーケウィ。何、ウェイ。オーケーオーケー、ゴーゴーゴー。あシールドリチャージ中。バルキンウルト。日本人の人にうるせえと聞いてるから。おお。なんて？なんて？
くそ、やばい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 、日本語禁止アペックス、おもろそう。遮蔽ないからウルト使えないよ。あーあああ、ソーリーソーリー、せやげくそー、いい仲間たちだったのに。また一緒にもう今さ、喋ることに喋ることに必死になりすぎてパーティー招待来た。ごめんごめん、本当はやりたいけど、本当は一緒にやりたいけど、ごめん、またまた今度、また今度な、ごめんな、そう許してくれ。俺は一期一会のタイプなんだ。ちょっと今ダメだ、喋るのが楽しすぎて戦いに全く集中しなかった今これダメかもしれん、喋るのが楽しすぎて全然戦いに集中できなかった。いいな、気持ちでは伝わってたな、台湾の人にも。嬉しいわ、いろいろ笑ってくれてたし。俺といえば爆発だけじゃないぜ、ちゃんとあれも、クソ面白いや。勝つ方法ってのもね、やっぱり同じゲームをやってるからね。もうオープン VC でいける。いや、オープン VC はダメでしょ、喋れない結局あの喋ることに集中しちゃって無理だよ。ジブラルタルは太陽だからな。いやー悔しいね、せっかくだったらね、勝ちたかったね、みんなで。今回のチャンピオンを紹介、仕上げってどういう意味、また会おうねみたいな意味だよね多分多分また会おうねみたいな意味だと思うから大丈夫だろ、多分よくわかんないけど。やっぱこうやって考えて、ね、また台湾の人だから英語でもないだろうけどな。台湾の人に会ったらチャイニーズ台北連呼してればいいよ。あ、そうなんだ、じゃあするわ。ここに着地するのがいいと思う。準備はいいんだろうな。さあ、ダメな、喋るのもちょっと疲れるな、テンション上げすぎたな、楽しくて楽しくなっちゃっておそれーって言ったら台湾の人爆笑してたしな、なんか俺わちゃわちゃしてたね、わたわたしてたのに今。ボイちゃんの音量ボイちゃん上げたいな、無理なんかな。ボイちゃってその多分おのおののあれに、おのおのの使ってる機材に多分反映するよね、わかんないけど。聞こえる側の、聞こえる側の、そう、あ、デュアルシェル、ファーストキル、ゲームの始まりだ。いや、シャッターキャップがいいな、一応もらった。俺のだ、なんかみんなの音量結構ガバじゃない、今台湾の人の音ちっちゃくて全然聞こえなかったし悔しいけど。これはさすがに人にはあげらんねえ。あ、リュックあんじゃん、めっちゃいいやん。あ、みんなもういい装備でした。レベル2だ、ヘルメットを発見、レベル2だ。サーティーサーティー、あ、サーティーサーティーショットガンとかでは、もしかして、あ、ボセックマンのボーチェック、あーでもなー、ランページ。ランページなんかちょっと良くなったらしいね、噂によると。まあ、一応持っとくか。何の音これ？リピーターのショットガンってジブと相性いいのかな？いや、あんま良くない。あ、でも、どうなんじゃない？あんま良くないと思うよ。だって、あれだもんな。なんなら半歩、半歩モザンの方が強いじゃない？
アーマーポイントだ。リングまで距離がある。味方どこだ。下か。今日何作れんの。ニスコか。ニスコ作ろうかな。リングは遠い。時間がない。リングが遠い。あ、本当だ、すげえ遠い。真逆じゃん。クラフト中だ。あ、なるほど。ちょっと待ってくれ。まだ使ってないけど、今ハンポモザンめっちゃ強いと思う。だよね。おい、クラフト中だ。俺ハンマーポイント教えて言ったっけ。言ってない気がする。もう縁行きたいな、できれば。円ってなんていうの。英語で。あれ、デルステじゃない。わら。デルステじゃない。中には誰もいない。R301 を発見。安保ってでもあれば強いけどないよね。多分あんまり。シャッターキャップもそうだけど、基本的に。こういうのってあれば強いけどっていうねえんだよな。ポップアップを発見。なんでもない。バックパックを発見。レベル3ポップアップを発見。ターボチャージャーだ。アサルトライフルのスコープがいる。アサルトライフルのスコープ。ニコ生でデレステ館に来ても配信いない。わら。ニコ生デレステやってないんだ誰も。あれ か、キーワード検索から来てくれた人かな。ごめんな、今日やってなくて。あっちに開封済みの作品。あ、そこだ。敵を発見。かなり近い。行きてえな。毎日そう、わら。攻撃する、あそこに攻め込む。いや、でも、行かないはいいか。今のは忘れてくれ。縁に追われるか。行く？いいよ。了解。俺こっちから行こう。モザン弱いのに今だ俺今。ショボモザンとサーティサーティだよこれ。やばいよ俺。エイペックス。エイペックス。昨日チョコだけもらってたよ。チョコもらった。上から行こうとした。上から行けんの？無理よ。てか縁やばくね。エリアをスキャン。ナイスキャン。あれ貫通しないの？多分。ジャンプの山田もやってるの。ここに敵がいる。こっちに悪い奴らがいる。私は血に良くするもの。お、ナイス。まだいる。でも敵のシールド終わったぜ。あっちに敵だ。いや、どうしよう。ブラグを投げたぞ。モザンそれだけ、外のウェーブスカイトが打ちまくって、見てくれた。イタリア。いや、マジか。俺死んでじゃん、ちょっと待って。どこにできんの。あ、俺死ぬ、俺死ぬ、死ぬ。普通してた。全然当たんないんだけど俺モザン。
モンザン全く当たんなかった今。クソ下手だった俺。愚直に突っ込みすぎたな今。めちゃめちゃ愚直だった。焦っちゃうよね。頑張れ。お、すごい。今タップストライクしなかった。違う。リング外で死にたくだけで俺の死いらねえかもしれない。あれ足タップじゃねえや。平成ジャンプの山田涼介さんはめちゃめちゃうまいんだよね確か。半端じゃないぐらいうまかった気がする。俺の記憶が正しければマスターとかでしょ。俺ブロンズだよ。まああんま変わんねえか。同じぐらいか。全人類の中でエイペックスをやってるっていう山田くんのフラトラ何回見ても惚れる。パーセンテージで言えばまあ同じぐらいだろうな。まあ 0.01% とかに入ってくる感じじゃない。多分全この世の全人口70億人の中でまあ同じ日本人で同じエイペックスをやってるっていうののパーセンテージで言えば多分 0.0 何パー上位に入ってくるんじゃないかな。同じ土俵に多分入ってくると思うわ。だからまあいい感じ。フラトラうまいんだ。俺も結構フラトラうまいよ任して。とりあえずシルバー行きてえな。なかなか行けねえなシルバー。今何時間やってる。あもう1時間やってんじゃん俺。そうそうやめないと。もう8時半じゃん。やば。行くぞ。半分ぐらいあれしてたもんな。なんだっけ。あそこいたもんな。射撃訓練場いたもんな。やめて。今度は何すんの。エアガンの分解しようかなと思って。今なんかめっちゃパチンコ面白いからしゃあねえ。パチンコ？これパチンコの話した？今めちゃめちゃいるじゃん。エアガンか。はよやめてエアガンして。気をつけろ。敵が近くに着地した。悪いやつのシールドをぶち割ったぜ。敵をダウンさせた。ナイス。あ、味方が上で死んだ。そっちに。うわ、めっちゃいる。にゃはは。めちゃめちゃいっぱいいる。頑張れ頑張れ。ナイスナイス生き延び。ああ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 。でもエアガンどうやって移したら一番うまくできんのかなって思うんだよな。難しそう。よく生き延びた。痛い。それあの高さから落ちたら痛いだろうよ。おめっちゃいい。敵だ。やるか。こっちだ。こっち。頑張れ。整えてな。2カメぐらいでやろうかな。エアガン。1カメ、あ、でも2カメだと難しいか。でもあのコントロールが面白いってさ言うじゃん。 Apex の今の新しい。あ、やばい。あ、大丈夫だった。
コントロールが面白いって言うけど、コントロール面白いんだったらエイペックスじゃなくてよくねって思っちゃうんだよね。どうなんそこんとこ、そこんとこどうなん、ドーナツ。あ、俺死んだ。頑張れ回収、ナイス回収。俺落ちます、ありがとね。じゃあやるか、あんま遅くなっちゃうとな、あれも遅くなっちゃうからな、終わんのも遅くなっちゃうからな。じゃあ今日はちょっとエイペックス。アペックスのシステムでああいうのできるゲームないよ。え、どういうこと？エイペックスのシステムって。終わり？終わりかな。エイペックスのシステムってどういうこと？おつ。この後エアガンを、直す配信をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。アビリティとかそういう。あ、なるほどね。でもなんだっけ？あれもそんな感じのアビリティとかなかったっけ？バロも、まあ、体力とかの問題も違うのか、まあ、エイペックスのキャラでできるから面白いってことか。なるほどね。そんな感じで以上。あれはゲーム性が全然。あざした。バロって死んだら終わりじゃないの？あ、バロって死んだら終わりなんだ。おつ、バロのこと知らねえからよ。じゃあやりますね、エアガン。じゃあまた会いましょう。のし。